どうもココラ TV です。今日はトワイスでお送りしました、はい、最近ちょっと踊りながら登場みたいな感じでね。じゃあ今日のテーマを決めましょう。はい、じゃあいつみくんが弾いてください。どれ行こう。選ぶね。これ緊張するわ。これなんだ。ライフライフライフ、はい。じゃあ今日が3月1日ということで、はい、まあ、日本だと、うん、おひな祭り、ひな祭りが、うんうん、という近いということで、じゃあちょっと韓国のひな祭りについてちょっと聞いてみましょうか、ね。はい、ぜひ、うん、興味があるんで、うん、ではでは3分間トークスタート。はい、日本ではあのひな祭りというものがあるんですね、うん。まあ、女の子にあのひな人形とかね、うん、あとあられちゃん、あられちゃん、あられちゃん、ひなあられってこと、あられちゃん、あられちゃん、あれ、あられ食べるやつ、うん、あられちゃんまた別物だよね。なにそれ、知らない。あられちゃん、あられちゃん知ら、あられちゃん、てかあられって知ってるでしょ、ひな、食べるもの、あられ、あられちゃんって言わないの、え、違うよ、違う、そっちじゃない、なんか食べるあられだよ。え、知らない。おかきみたいなやつ。何これ。どうしたの、フレームアウトしちゃってる。あられちゃん、あられちゃん、あられちゃん、ココちゃんじゃん、これちょっと似てるかも。メガネかけたココちゃん、これココちゃんじゃん。え、何ココちゃん、待って待って、話がちょっとあれした、脱線したんだけど、なんだ、あられ食べるじゃん、食べる、ね、あられ、あれ食べんの。なんかね、ひなあられっていうね、お菓子があるの。なんかひな祭りの時に食べる、そう、あられっていう駄菓子みたいなお菓子があるの。それは多分ひなあられって言わなきゃいけないのよ。私がなんかあられちゃんとか友達みたいに言ったらちょっとおかしくなった。むしろ韓国人のヘジンちゃんがあられちゃんを知ってることにもちょっと驚いた。あられちゃん知ってる、それコウコちゃんでしょ、コウコちゃんでしょ、みんなコウコちゃんでしょ。あ、ちなみにひなあられこれです。これこれ食べるやつ、これですね。あー、飴かな、クッキー、うん、おせんべいみたいな、おかきみたいな、うん、そうそうそう、そういう感じ、そうなんだ、そう、そういうの食べたりする、かわいい。韓国ではさ、ひな祭りやるのかな。いや、ないんだね、ひな祭り自体が。やんない、やんない。あ、そうなんだ、うん。で、代わりに子供の日ってあって、うん、5月5日、あでも日本でもある、あ、あるあるあるあ る, あるね。じゃあひな祭りがないで、なんかもう合算みたいな感じ、そう、両方一緒にやる、一緒にやろうみたいな感じ、うん、何するの、特に、うん、特に、いやでも一緒だと思うんだけど、ご飯食べて、うん、プレゼント買いに行って、うん、あ、子供のためにう、うん、みたいな。あ、じゃあそれお人形とかないの、ひな人形みたいなものはない、ひな人形がないんだよね。なんかひな人形買うのがさ、日本だ伝統みたいな感じあるもんね。なんか女の子は、ね、孫に買ってあげるって感じじゃない。そうなの、そう、おじいちゃんおばあちゃんが孫のために買ってあげるの。なんかあとでもさ、ひな祭り終わってからも出してたら結婚できないみたいな名刺あるよね。そとかもあるの、それ怖い、怖いです、日本そういうのはあるの、片付けなきゃ。でもひな人形って高いからね、あれね、そうなんだ、買うと高いんだよ、何十万とかするんだよ。嘘でしょ。あとこんなドゥエーンって段がいっぱいあるやつ、階段みたいになってるやつ、超高いんだ、何百万とかするやつもあるんだよ。高っ。そう、でもそれを、まあ、おじいちゃんおばあちゃんが孫のために買ってあげるみたいな感じなんですよ。今はないのかな、あんまり。あるか、今うちね、あるんだよ。へー、もう出さなくなっちゃったけど、さすが高い家ですね。え、ココちゃんも買ってもらったの、うん、なんかおじいちゃんおばあちゃんも買ってくれたけど、でももう最近は出さないね、もう私だってもう女の子じゃないからね、もうね、年的にも、ね、いやいや、まあ、出しましょう、うん、今年は、うん、出しましょう。でもすぐ閉まるんだよ、結婚できないから。そうだね。ぴょん、ゴーコリア TV チャンネル登録、チャンネル登録、そして SNS 登録チェックしてくださいね。チャンネル数な、 SNS 数な、平日せよん、うおー、かいばいぼ、なんだ、パー、うおー、いつびくの韓国語すごかったね、ねー、天才天才天才。